5月初旬、飛び込みの W 杯が東京で開催された今日、意外の部分で話題になったのは少々お気の毒。が語弊を承知の上で書くと、これまでは典型。名前な競技で、飛び込みという競技自体、認知が日本国内であまりされていなかった。うに感じる。しかし14歳で東京五輪の出場権を、 得した玉井陸との存在もあって、世間での中。度は上がっているようだその割にはすっぽ。感染を愛好する一人の人間として、競技性に対。ルジブンの理解度があまりに低い気がする。あ。二秒間、空中でぐるぐるしているけど、何してる。ドボンと水に入るけど、絶対に凄まじいショー。 だよね。そもそもあんな高さから飛び込んで。くないの。どんなトレーニングしてるの。しら。いこと、素朴な疑問だらけであるせっかくだ。ら競技者に話を聞いてみたいと思っていた。こロぜひ競技のこと、いろいろ聞いてください、とめえ。り出てくれたのは、中川舞さんだ。学生時代。 ラ世界の舞台で戦い、2006年のアジア大会で銀目、ルを獲得北京とロンドンとに度の五輪出場を、足すなど、長年にわたってこの競技の女子戦、としての第一人者として戦ってきたそんな、川さんだからこそ知っている飛び込みの句、話や、玉井選手の凄さについて分かりやす。教えてもらった。 中川さん、よろしくお願いし、す冒頭からぶっちゃけますが、僕、本当に飛び、身については全くの初心者で、よろしく、お願いします。いえいえ、飛び込みの楽しさオープン、ってもらうために、分かりやすく説明して、つもりですよ、そもそもなんですが、飛び込み、 競技の進め方について教えてもらえますか図男子は6本、女子は5本、全く違う技を用意する。用があるんです。え、そんなに技を用意して。うですか。ジベージ衝撃は1トン、でも1日に1種目30。以上。